はいどうもマモチです。よろしくお願いします。ペナント楽天編やっていきましょう。難易度は変わらずです。パワフルです。一発勝負も、とりあえずなしでやってます。コメントでもね、一発勝負求めるコメントも多いのは、知ってはいるんですけど、ちょっと今戻しちゃうとね、あまりにもブレブレな感じになっちゃうんで、とりあえず昨日も言った感じで短期決戦の時に、一発勝負復活させます。頑張りましょう。今日は、今日から交流戦です。今順位がね、まあ1位は1位なんですけども、すごいもう混戦状態、負けられないんだよね。余裕が一切ない。頑張りましょう。ピッチャー、アンラックンでいきます。もう抜群の成績だから頑張ってもらいましょう。よし、今日左ですね。鉄郎選手出しましょう。どうしようかな。島内くん、あ、今ね島さんを、9番にして、島内くんを7番って形でちょっとやってたんですけど、外野にして、レフトに向けて DH に、鉄郎選手を入れます。あれ、鉄郎選手のローのよ、あの、良いの、何変っつうのか分かんないけど、良いの字って中の背2本じゃなかったっけ？違ったらごめん。こんな感じでいきますか。ちょっとね、松井稼頭央選手をね、3番起用で。茂木くん5番。こんな感じかな。これでいきます。頑張りましょう。能見さんか。そう、いつから西田哲郎選手は哲郎表記になったんだ。なんか気づけばなってたけどね、ほんと気づけばいつから、今年から、比較的最近だよね。なんかほんと気づけば哲郎選手だったんだ。コボスタジアム宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルスタ阪神タイガース、セパ交流戦1回戦の模様をお送りいたします。イーグルスの先発は右の安楽。まずは1回の表、先頭バッターは高山、外角プレーボール。これは引っ掛けた。打球はセカンド後方、掴みました。素晴らしい。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番荒木、投げました、打ちました。セカンド右横のフライになりました。セカンド落下点。いやー、ベンチメンバーをうまく使っていきたいな。なんか向こうが右ピッチャー出してきたタイミングでうまいこと今井さんとかね、出したいよね。投げました、打ちました、引っ掛けた、取って、これで3アウトチェンジ。まずは、そういやさ、守備、ね、守備なんだけど、まあ一応銀次選手をサードに置いてるんだけど、ウィーラー選手がうまいんだよね。あんま守備のイメージはなかったんだけどさ、めちゃくちゃ上手で、まあ一応トータルなバランス的に銀次選手サードの方がいいかなって感じで置いてるんだけど、あ、ていうかあれか、適正の問題があるか、そもそものサードにする。あ、ごめん、ちょっとこの裏で守備変えるわ。ファーストとサード変えよう。いつもセンター返したけど今日ちょっと違うから、今日引っ張りから入るから。次が4球目。ほらね。投げました。打った。ふわふわっと上がった。中谷交代。うん、結果がついてきてほしかったけどな。しょうがない。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは打撃のスペシャリスト銀次。頑張って。投げました。打ちました。走れ。東条取った。一塁。惜しいね。これはアウトです。第4球を投げた。いやー、松井和夫選手の3番がね、うまいことハマってくれれば俺も面白いんだけどね。ちょっとサードとファースト取り替えます。これで適正通りだね、そもそもの。さあ、ここは守備を変えてくるよ。大角投げた。147キロ直球、空振り三振。まずは先頭バッター三振に仕留めました。打ちました。一二塁間へ。藤田掴んだ。一塁送球。素晴らしい。アウト。
これでツーアウト、ボールだ、ありません。バッターは指名打者ゴメス、打ちました、ライトへ上がった、取りました、いいよ、これでスリーアウト、安楽三者も、ウィーラー選手どうします、攻撃に入ります、とりあえずフルスイングいってきますか、史上最高のイケメンウィーラー投げた、オッケーだ、ワッチ、何度か二塁まで走ってほしい、バッターランナー一塁、パス決定、二塁へ、ウィーラー何とか返すから、何とか返すから、茂木君ね、引っ張り、ちょっと5番起用輝く気がする、ここはバントシフトを敷きます、素晴らしい、強い当たり、入れば先制だ、打球はそのまま、いや、いいじゃないの、5番、今シーズン第3号、そうなるとあれか、右ピッチャーの時3番今井選手とかはあった、素晴らしい、素晴らしいです、あ、そっか、こういう状態だとバンはないのか、バン好きなのかな、バッター必殺、バン好きなんだけどなって、もう前から知ってるかのようにも言ってるからね、全然知らなかったけど、投げた、打った、一二塁間への当たり、中谷ボールを掴んだ、いや、いいですな、茂木君がね、こう活躍してくれればだいぶ攻撃に厚みが出る、ナイバッチ、クリーンヒット、打ったバッターは二塁へ、素晴らしいです、鉄郎、いいバッティングを見せました、今シーズン最初のヒットとなりました、引っ張り、第3球を投げました、打ちました、ファースト真正面、中谷そのままベースに入って、いいよ、2アウト、ツーアウトランナー2塁に変わります、センター返し、さあ5球は5球目、すごいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃないですか、これ、ヒット、いやー、島選手9番もいいじゃないの、イーグルス、さらにだいぶ厚み出てきたね、打線には、まあ、まだちょっとね、模索段階中、模索段階なんですけど、ツーアウトランナー2塁という場面で、ひじり様、第1打席は内野フライに倒れています、第5球投げました、打ちました、東条取った、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ、2回が終了、あと島内選手のね、打撃力を生かせてないのかなって感じなんだね、インコース引っ張った、焦った、指示変えたい指示変えたい、いや、もう変えたくなかったから、全然変えたくなかった、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません、バッターは8番中谷、打った、ウィーラー、うまい、一塁へ送る、肩いいからね、よし、これでツーアウト、ランナーありません、バッターは9番北条、投げました、打ちました、破った、ナダッチ、ボールは中継、北条ナイスバッティングです、高山君か、打席はセカンドフライに倒れています、第5球投げました、よし、ナッチ、3回の表がやられた、3対0、イーグルス、この回は上位打線から始まります、バッターは打撃のスペシャリスト銀次、最初のバッターボックスはダイヤグルーに倒れています、投げた、打った、左中間へのフライですが高山取りました、これでワンアウト、ランナーはありません、待てとかはまんねえかな、イブシキ松井、いいよ、200号本塁打まであと3本としています、ナイバッチ、これはヒットになります、松井、いいバッティングを見せました、これで2打数の1安打、ちょっと待ってよ、どうなんだろうな、走力 C、 盗塁 B、 原口くん肩いいもんね、あ、よくなかった、ごめんよくなかったちょっと行ってみますか、ちょっと松井和夫選手をここで足を絡ませることできれば、ウィーラー選手確かチャンス強いからそこも行かせるんでね、よし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 、松井今シーズン初盗塁を決めました、進塁打狙って流しでいくか、なんか引っ張りが似合う、第4球を投げた、打ちました、3塁線切れました、パー、流したい、投げた、打った、これはサード、流したかった一塁送球、いや、どんまいどんまい、これでツーアウト、ランナーは2塁、森君のね、生きると思うよ、5番バッター、第3球を投げた、打ちました、当たり、そこでセカンドゴロ、荒木掴んだ、一塁送球、素晴らしい、セーフ、記録はヒット、イーグルス、なおもチャンスが続きます、どれもレベルが低いな、引っ張り、何
げた、打ちました、一二塁間のゴロ、セカンドから一塁送球。いいね、松井和夫選手がね。ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターは荒木、第1打席は内野フライに倒れています。打ちました、茂木、ボールを掴んだ。しょうがない、それはしょうがない。バッターはロマンあふれる長距離砲江口。第1打席は、いやー、うまい、やられた。これ伸びた、伸びていった、ナダッチ上げました、ホームラン、第5号ツーランホームラン、ナダッチ。打球は無償にもライトスタンドへ、いい勝負ですな。変化球を完璧に捉えられました、安楽打ち砕かれました。左バッターボックスは4番、ボール球。第1打席はスイングアウト、あー、よくなかったか、チョイスが。変化球外れてフォアボール。右のバッターボックスは5番原口。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。打ったセカンド右横のフライになりました。取りました、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げました、外角、ピッチ、空振り三振。右バッターボックスには新井。第一打席は内野フライに倒れています。高めフルスイング来たら生ラブねえもんな。危ないよな、危なすぎるな。第6球を一塁ランナー自動的にスタート、三振。4回の表が終わった。4回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者哲郎。投げました、打ちました、いいじゃないの素晴らしいじゃないのよ、哲郎、ナイスバッティングです。今日これで振ります。守備の聖域藤田、最初のバッターも初球送ってきました。ピッチャーの左に転がした、アウト。スコアリングポジションにランナーを送ってきました。ワンアウトランナー2塁に変わります。素晴らしい、ライト下がった、ナイバッチ、ライトからセカンドへ、イーグルス、下位打線元気ね。4対2、バッターはトップに帰ってジジリ様、今日はファーストフライト、ショート、1、2塁間何度か抜いてもらいたい。第5球投げました、オッケー、ナイバッチ、ライトへ飛んだ、ライトバックしていった、ヒットになります。ライトからセカンドへ、いいよ、さらに1点追加、5対2。ワンアウトランナー2塁という場面で銀次、今日はショートゴロとレフトフライ、いや、もう一回投げました、よし、オッケー、外れた、フォアボール。松井、右のバッターボックス、通算200号ホームラン打まであと3本としています。今日3打席目、打った、素晴らしい素晴らしい、ちょっとウィーラー選手、ここで一発勝負あったらね、やりたいところだけどね。対決に集中します、はまれ。第3球を投げた、よっしゃ、どうだ、素晴らしいよ、ホームイン、イーグルスリードを4点に広げます、6対2。さあ、ワンアウト満塁という場面で茂木、今日2打点、意外と待てがここでハマる気がする。次は5球目、よし、クリーンヒット、なんだ、やたらと調子いいぞ。レフトからセカンドへ、イーグルスこの回5点目、茂木1点、いやー、爆発したね。イーグルスなおもチャンスが続きます。ノーミック、ワンアウトランナー2塁3塁となりまして、岡島、今日はファーストゴロとセカンドゴロ、あーっと、キャッチ取らない、そして今拾い直した、イーグルスさらに1点追加、9対2。フルスイング、投げた、打ちました、ショートバウンド、ボールを掴んだ、ここは守備に阻まれました。これで2アウト、ランナーは3塁変わりません。第5球投げた、打った、セカンド真正面、一塁送球、アウト、いいじゃないですか、これでだいぶ楽にできるでしょう。5回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは中谷、最初打ちました、サード後方のフライ、ウィーラー、アンラック君スタミナ何本だっけ、 C、 これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、打ちました、ウィーラー、いやー、できるだけ多く投げさせたいな。これで2アウト、ランナーありません。打順は1番に帰って高山、アウトコース外れてフォアボール、ね、バッターは2番荒木、これが3度目のバッターボックス、打ちました、1、2塁間、うまい、銀次、ファインプレーが光りました、すごい、さすが捕球70、最後はいい守りを見せてくれました。5回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。バッター守備の聖域藤田、ストライク、見逃し三振、バッター前人未到の男前島、次が4球目、投げた、見逃し三振、バッタースピードスター聖沢、第9投げました、あっとセーフティーバントだ、サードボールを取る、あっと送球、よし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 、サードのエラーです。第2球、ランナースタート、投球ストライク、ボールを2塁へ
送った、これは楽々セーフ、盗塁成功です。いじりさん、今シーズン5個目の盗塁を決めて、低めのボール引っ掛けた、セカンド右横のフライになりました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ、結局二塁残塁でしょ。試合は後半6回に入ります。バッター、ロマンあふれる長距離砲エゴ、ストライク、7回ぐらいか持って、うまいこと投げ切って、空振り三振、2者連続三振になりました。次は5球目投げました、変化球見送ってフォアボール、バッターは DH のゴメス、今日はライトフライト三振、うわー、キャッチャーこいつ島、今拾った、ツーアウトランナー二塁に変わります。投球はこれから6球目、打った、やばい、抜けた、あー惜しい、ゴメスナイスバッティングです。イーグルス、なおもピンチが続きます。投げました、打った、取れない、藤田ボール、間に合い、セカンドから一塁送球、うわー、ナイバッチ、記録はヒットです。イーグルス、6回投げさせるぞ、6回投げさせるぞ、全然いけるぞ、投げました、よし、オッケー、ナッチ、右横のフライになりました、ギリ7回いけるか、掴んでこれで3アウトになります。6回の表が終わる、とりあえず困ったら福山さんだそう、クリーンアップからの攻撃になります。バッター三拍子揃ったイブシキ松井、通算200号本塁打まで、素晴らしいじゃないの、センター前ヒット、クリーンヒットです。松井、いいバッティングを見せました。今日これで4回いけないか、今日で第9松井スタート、ストライクになった、キャッチャー二塁へ送球、うんね、ランナーが一つ先の塁に進んでいます。見逃しの三振、うまい、今日3打数3安打の茂木、あ、茂木くん猛打賞か、5番ハマってんのかな。第3球は打ちました、ファースト左、よし、茂木ナイスバッティングです。イーグルス、なおもチャンスが続いています。代打栗原さんいきます。岡島さんお疲れ様でした。はまんない、投げた、打ちました、1・2塁歓迎、うまい、ナイマッチ、ナイマッチ、いいよ、10対3、山本降板、ダイソー栗原さんお疲れ様でした。オコエ選手入れてそのまま守備使わせましょう。代打今井選手、ワンアウトランナー1塁いや、哲郎さん良かったですね。投球しています、投球はこれから3球目、打ったファーストの左、ゲッツーコースター、一塁へ送る、いいよいいよ、ここはファインプレーに阻まれました、2アウトです。第3球を投げた、打ちました、これはセカンド正面、アウト、3アウトチェンジ、こぼした宮城からお送り、守備は問題ないかな、ないかな、ないです。ゲームはこれから終盤に入ります。トップバッターは北条、なんとかこのイニング投げ切って終わりたい。第3球を投げた、打ちました、ヒット、北条、頑張ろう、いいバッティングを見せました。打順をトップに帰って高山、投げた、よし、見逃し三振、バッターは2番アラナ、今日は頑張れ、3打数1安打、第6球を投げた、ストレート、よし、空振り三振、2者連続三振、バッターはロマンあふれる長距離砲エゴシ、外れてフォアボール、きついか、ストレートのフォアボールを与えます。次は5球目、外れてフォアボール、これで満塁です。バッターは5番原口、帰る、いやーなんか見たいな、ここの安楽君を見たい、ここでどうにかする安楽君を見たいんだ、頑張ってください、低めでいきますよ、頑張れラスト頑張れ、第5球投げました、よくやったよくやった、7回の表が、ラッキーセブンの攻撃に入ります。バッター前人未到の男前島、投げました、見逃し三振、
バッターはスピードスター。センター返し。今日はここまで4打数1安打。打ちました。ピッチャー返し。抜けた。キジリサワ、ナイスバッティングです。これで今日は5打数の2安打。投げました。これは引っ掛けた。惜しいね。セカンド掴みました。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。エンドラン。第5球、ランナースタートを切った。どんまい。7回の裏が8回の表、これなんとか福山さん2イニングいけないかい。DH のゴメス、加藤組よ。イーグルス使ってはいたんだけどね、ちょっと動画の中で出るの初。マウンド上ピッチャーはカット。第6球を投げました。見逃しの三振。いいんじゃないの、スタミナ D か。今日はここまで3打数1安打1三振。投げました。打った。鈍いゴロ。銀次掴んだ。イニングまたがせてみる。銀次そのままベースを踏んで2アウト。俺の中でのイニングまたぎの計算をしてた選手って福山選手しかいなかったから。打ちました。ピッチャー返し。抜けた。ちょっとまたがせてみたい気はするね。バッターは9番北条。今日4度目のバッターボックス。追っつけて打つ。ボールはライナーでライトへ。素晴らしい。これで3アウトチェンジ。一塁ランナー。ちょっと行ってみましょうか。8回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。バッターは史上最高のイケメンウィーラー。投げた。打ったり当たりはボールはライナーです。取られた。掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッター目覚めた彗星茂木。スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。打ちました。フラフラッター。現実世界だったらなんかスリーベースやってくれそうな気するけど。これで2アウト。ランナーありません。バッター未完の稲妻オコエ。頑張って。初めてのバッターボックス。投げた。打ちました。これはライトフライになった。取りました。よし、これでちょっと加藤君イーグルスわずか。予定にはなかったけども。9回に入ります。この回のトップバッターは高山。今日はここまで3打数ノーヒット2三振。打った。痛烈な当たり。これはヒットになります。ボールは中継。やっぱきついか。高山ツーベースヒット。いや、いけるいけるいける。ピンチヒッターは鳥谷。投げた。膝ナッチ決まって見逃し三振。スタミナは全然余裕あるよね。投球これから4球目。打ちました。いい当たり。ボールはライナーです。中うまい。掴みました。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。さあ集中してこの対戦に挑みます。第5球投げた。変化球外れてフォアボール。今日元気のない原口。第4球を投げました。打ちました。三遊間の打球。よし一塁送球。いやー、なんだろうな、やっぱちょっと違ったかな。イニングまたぎは結果抑えたけど、いや、よくやってくれた。素晴らしい。誰だろう。茂木くん、安楽くん。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく。素晴らしい活躍でした。本当に今日は2人とも活躍でした。やっと茂木くんが生きたな。応援してまいりました。一戦は10対3イーグルス勝ちました。勝利投手はやりました。コメント読んできます。ちょっと待ってよ。どうしても視聴回数0回で動画を見れない。結構そういうのを見たいもんなのかな。いつか見れると思います。松井裕樹選手を先発へ使ってください。難しいよね今ね。余裕がないんだよね。あと結構いいリズムで来てるからね。その今勝ちパターンに完璧入っちゃってるからさ、そこを崩す勇気もないし、余裕でったらしてみます。てか俺もやりたいんだよねそれは。まのちさん、パズドラしてください。今パズドラハロウィンガチャが来てるのでお願いします。ログインだけはしてるよ。全然やってないけどログインだけはしてるよ。まのちさん、来年は球場に行く動画作ってください。面白そうよね。来年は多分春先にはもう歩けるぐらいになってんじゃないかなと思うんだけどね。だいぶ回復してきたよ。足の方はだいぶ回復してきました。まのちさんの大好きなカニザレス対談するみたい。バリオス細川選手も対談。楽天
牧田選手、加藤選手、6人戦力外です。え、加藤選手、え、今このハイライトに映ってる加藤選手、え、野手で加藤選手って言ったっけ、どの加藤選手だ。素晴らしかったです。今日は良かった。はい、すげえな、ほぼ半分打つのか、素晴らしい。いや、柳田選手もそうだけどすごいけど、ちょっと山田選手が異常すぎた、異常だよね。あ、素晴らしい。うちから誰も選ばれないのかい。ちょっと待って、加藤選手はピッチャーでは1人しかいないもんね。で、野手でいたっていないと思うんだけどな。あー、ピッチャーの加藤くん、ごめんなさい、加藤選手あれか、戦力外なんだ。そっか、あれだっけ、細川選手、ソフトバンク細川選手はファームのコーチの話出たけど断って現役続行希望だっけ、なんかそんな感じだよね。お、あの前々回オリックスの西野選手に先頭打者ホームラン浴びたとき、なんか一だらけだなーってので、1回表第1号飛距離111メートル先制点、すげえ、すごいね。そういうとこ気づくといいよね、その着眼点というか。侍ジャパンに中日の岡田選手が追加招集されました。素晴らしい。相手の難易度はパワフルで、楽天の強さもパワフルですか、分かりません。楽天の強さって何でしょう、どうやって見るんでしょう。いつもここで、パワフルでしょ、ここで見ればいい。どれだろう、デフォルトだから分かんない。めちゃ強になるのかな、わかんない、わかんないです。いじってないです。ここは全くノータッチ。監督プレーに関係ないから、わかんないです。前々回8回、左の T 岡田の場面で対左 G のミコライを出しておいて三振で終わらせるのが間之内さんらしさを感じた。いやー、そういうところをねビシッと考えてやりたいね。お、反応が来てますよ。市原隼人モノマネ、意外と好きです、笑い意外と好きです、笑いとか来てましたよ。一発勝負ありにして間之内さんのチームは使わずに相手チームが使えるようにするのはどうでしょうか。それ考えたんだけど確かできないと思うんだよね。なんかそんぐらい、なんだろう、厳しい状況下でやりたいっていうのもあるはあるんですけど、どうやって変えるんだっけ。試合設定か、3つしかないのさ。どうしてもね、俺が使わずコムだけが使用っていうのができないんだよね。できれば面白いんだけどね。あー、一発勝負ありなし交互。おー、そっか、全然そういう考えがなかったな。お、
どうでもいい情報ですが、いや今日ねこれねもう俺も読んじゃったけど全然どうでもいい情報じゃないから、この間松井投手と安楽投手の2人でカラオケに行ったらしいですよ。いやいいねいいね、いいな、そういうのそういうの好きだな。間の内さんがパワープロするときに使うテレビの大きさはどれくらいですか？動画関係なくてすみません。いや全然いいですよ。あ、この方の名前がね、札幌のロッテファンって方で、素晴らしい、なんかすごく素敵。32だったかな、32です。もうだいぶ経つよこのテレビを買ってから。集中のせいでバスの中で笑いました。いやよかったな、今日ちょこちょこだけど集中に対しての反応があってよかった。まのちさん、オコエ選手ダイソーで使ってください。はい、逆にコンセントどうやって抜いたんですか？あのアダプタのやつでしょ。いやあのね、もう抜いてで置いてあったの、もういつも刺してるとアダプタじゃないから。でなんかね刺さってんなと思って、で見たら明らかなあの プラグっていうの、なんていうのか分かんないけど、あの V をなんていうのか分かんないけど、一本だけなんか刺さったままなので、アダプタ見たら抜けてるのさ。で一応そこにもう一回アダプタを刺したら普通に使えるんだけど、まあ危険じゃん、だからもう、新品に取り替えはしたんですけど、っていうかとりあえずなんか抜けてた、気づいたら抜けてた、いつからかは知らない、気づいたら抜けてました。めっちゃ集中面白いです。お、マジで？まのちさん、実は加藤くん2年目で戦力外になりました。2年目なんだ、そっか。まのちさん、今年のコリジョンルールについてどう思いますか？途中でなんか変わったじゃない、後半戦入るときだっけ、なんかちょっとブレたじゃない、あれが余計だった。もう年間通して通すべきだったよね、そのいくら不評といえど。野球部の監督がうざいときどうすればいいですか？わかんない、野球部のだったことがないからわかんないけど、まあ監督は、いやどうだろうな、その学校によるよね、監督はうざいもんっていう決めつけはちょっとできないもんね。わかりません、どうすればいいか。清原捕まりましたねってコメントがあるんだけど、本当にまた捕まったの、全然わかんない。集中で爆笑した、お、いいね。ちょ、次からじゃあ集中使うわ、集中使う使います。なんか思ったより評判が嬉しいですね。まのちさん質問です。もうちょっとコメント読んでいきます。まのちさん質問です。期末テストの国語の点を良くするにはどうしたらいいと思いますか？中1です。わかんねえな、俺が中1の時国語ずっと1だったからな。全然わかんねえな、全く勉強なんてできないから俺。勉強できる人にちょっとこう聞いてもらいたいね、俺は全く勉強わかりません。古川なんていうの、有利選手、古川選手ピッチャーか、あと川井選手も来てたな、使いやすいよね。まあちょっと一発持ちってのがあれだけど、スタミナあるしコントロールあるし。
リリーフのなんかイメージが全く分かんないけど、先発中枠に入れれる感じだよね。なんて読むんだろう、有利でいいのかな、打たれ強さ F かな、スライダーカーブ、リリー、あ、対ピンチ強いね、いいね。あ、加藤くんやめよう、イニングまたぎ、回復 E だ。福山選手回復 B ってのがねとても便利なんだよね。やめとこう、イニングまたぎはやめとこう、どっかで連れてくるかもわかんないです。結構今ねリレー夫人が安定しちゃってるんで変えにくいっちゃにくいんですけど、先発とねこの背中枠がちょっと今まだ安定してない感じなんだよね。よし、終わりますか。終わりましょうか。明日はどこだ。中日ですね、名古屋ドーム乗り込みましょう。よし、そんじゃ、終わりますか。終わります。バイバイ。